メダリストの福原愛さんは元夫の甲博嗣氏から長男の引き渡しを求められている問題に、紀藤正樹弁護士が父親と子どもの面会を実現すべきとの見解を示した。福原さんの代理人弁護士は1日に声明を発表し、甲氏の記者会見について重大な人権侵害などと非難。この問題について紀藤弁護士は1日に SNS を更新し、意味不明な弁護士の見解、まずは圧力や不信と関係なく何を置いても父親と子どもとの面会を実現すべきだし、福原愛氏の弁護士もそうアドバイスすべきでしょうと書き込んだ。